皆さんどうもこんにちは、イノシシブルファン王です。二の国2パート16やっていきたいと思います。前回でね、こちら新しい町グランリーフに到着いたしまして、ここが国でかつなんか企業みたいですね。そこの社長である、プレジデントムサカと、ブラハバンの役場について話すために来たんですけども、なんとね、すでにハムナルさんの魔の手が及んでいたみたいです。でね、そのハムナルさんから受けた悪影響によって、なんかね、ムサカさんの様子がおかしいと。古き良きね、昔の正常な、ムサカさんを取り戻すために、昔の、ムサカさんの記録が入ったメモリスっていうね、今の世界でいうとこのメモリーカードとかそういう感じかな。なんかね、それを、見つけて、ムサカさんに見せて正気を取り戻そうというところで、終わっております。でね、実はね、ちょっとレベルを上げて、50前後ぐらいまでレベル上げしてまいりました。これでね、今回のダンジョンもある程度は、スムーズに進められるんかなと思います。今回はね、ほんで新しく仲間になったシャリアさんをメインに使っていきます。それではね、上の方に行きましょう。現在グランファクトリーはセキュリティレベル5につき、権限を持つスタッフ以外はご利用いただけませんと。お、さすがね。ちょっと待ってて、こいつのセキュリティを解除するわ。ようこそ。すごいな。カードとかあるやろ、ね、さ、これでいいわ。はい、ということで上に行けるみたいなんで、はい、じゃあエレベーターで上行きましょう。グランファクトリー。ほうほう、会社やけども、ここもダンジョンみたいになってるのかな。歯車がいっぱいやな。かなり広そうだが、どうやってメモリスを探すんだ。メモリスって小さいから落としたりなくしたりすることが多いの。重要なデータが入ってるメモリスだったら大変でしょ。だから一定範囲内にあるメモリスの場所を探知することができるアプリケーションを個人的に作ったんだよね。シャリアさん、おっちょこちょいかな。何を言ってるのかさっぱりわからねえ。紛失中のメモリスの識別 ID もわかってるし、このファクトリー内にあれば簡単に見つけれるはず。やった。お、早速この近くに反応あり。あそこの資料室の中に1個あるっぽいね。でもファクトリー全体が高レベルのセキュリティモードになってるから、小型ボイラーを動かして進んでいかなきゃならないか。小型ボイラー。よし。まずはこのフロアのボイラーへ向かいましょう。ファクトリー内のメインフロアデータは私がインプットしておくから、もし迷ったらマップを確認してちょうだい。はい、じゃあやっていきましょう。どんな感じかな。あ、敵もいますね。あ、でもこれあれか、青色やからちょっとレベル上げすぎたかな。準備はいいか。あ、バトルになってます。シャリアさんはね、ハンマー使いなんで、とりあえず近接攻撃をメインにっていうか、他の人がみんな倒しちゃいましたね。魔法がね、そんなに強くないんですよね、彼女は。どっちか言ったらサポートと遠距離武器になるかな。お、これかな、ボイラーは。ねえ。これが非常用ボイラー？そうね。そう。この中で火を起こしてやれば、スチームの力で電力を生み出すことができるの。ほう、蒸気機関か。だが燃料がないんじゃないか。燃料なんて呼べばいいのよ。エヴァン、今から、お、教える魔法をちゃんと覚えて。え、わかった。相変わらずこの魔法制度慣れへんな。魔法、灯火の号令を覚えた。よし。この魔法をボイラーに唱えれば、火、フニャたちが集まってきて火を起こしてくれるわ。攻撃魔法は火力の調整が効かなくて危険だけど、これなら船たちがちょうどいい火加減に調節してくれるから安心よ。うん。
わかった、ボイラーに向かって灯火の号令だね。はい、じゃあやっていきましょう。便利やね。あ、動いた動いた。これでようやくこのフロアの進路ギアの切り替えができるようになったはずよ。操作パネルでギアの向きを切り替えて資料室へ向かいましょう。はい、ということで、お、すごいね、燃えてるね。ギアを変えれる操作パネルになるものがあるみたいね。どこにあったっけ？あれかな？よいしょ。これっぽいね。じゃあ動かしてみましょう。おーおーおー、なるほど。青色の操作パネルの足場が動いた。で、今まで行けてたここが行けなくなるのか。どういう風に行くんやろうね、これ。うんうん。ここが通れるようになって。この下に行けるところが、あれ？ないね。どうやったらいいんやろ。こっから飛び降りるとか？違う。あれ？どっから行くんやろ。ここは降りれる？あ、降りれた降りれた。降りれて、で、ここも降りて、暖かいな。はい、討伐。で、これはそのままスルーしていいんかな。あ、ここやね。オッケーオッケー。はい、じゃあ資料室入っていきましょう。ここが資料室？なんか散らかってるね。もともとここはファクトリーができる前に使ってたオフィスをわざわざここに移し替えて資料室として保存してるのよ。さあメモリスを探しましょう。はい、じゃあメモリスはこれかな。すぐ見つかった。メモリス XD027 を手に入れた。やっぱり作っておいて正解だったわ。メモリスどこ行っちゃったの、サーチ君。名前考えろ。すごいネーミング。ね、早速見てみようよ。ムサカ、大変だ。新商品のデザインが不評で大量の返品が。なぜ、なぜだ。僕のデザインは完璧だったはずなのに。ムサカ、これでは我が社はもうおしまいだ。泣き言を言う暇があったらもっと頭を使え。ここは何としても耐え抜くんだ。いつか必ず僕のセンスに時代が追いつく時が来る。その日まで僕は絶対に諦めないぞ。そう、あの時会社は倒産する寸前まで追い込まれ、みんなで輪になって夜中ずっと泣き通したっけ。大変だったけど、他の誰よりも頑張るムサカの背中を見て、私も信じてついていこうって思ったわ。あ、読まへんのね。なぜだ、なぜ言う、魔導ユゴロのテスト数値が未だに安定しないんだ。申し訳ありません。ですが、これではいつ事故が起こってもおかしくない状況でして。そんなこと、こちらの知ったことではない。とにかく一日でも、いや、1分1秒でも早く、魔導ユゴロを完成させるのだ。はい。はい。まったく、なんという手たらくだ。こんなことではいつまでたっても完成しないではないか。今日も全員徹夜で作業に当たらせなければ。おうおう、むごいね。やった。お、上の階に次のメモリスの反応あり。この場所は魔導ステッキ研究所かな。
魔導ステッキ研究所。よし、話が早いな。ではそこへ向かおう。はい、ということで一つ目の、メモリスゲットです。2階にあるみたいですね。またちょっと仕掛けが難しくなったりするんかな。はい、2フロア目到着。ここはまたボイラーを起動させていくギミックなんかね、やっていきましょう。さて、このフロアもボイラーを動かさなきゃね。見慣れない赤色の歯車がありますが、あれは？ああ、操作パネルの色に応じた歯車が回るっていう面倒くさいセキュリティになってるのよ。ちなみにこの仕掛けを考えてるのも全部ムサカよ。君たちの知能指数を試すようなセキュリティにしようってね。はい、じゃあ今回は、2色の、歯車があるみたいですね。だからその組み合わせによっていけるとこも変わってくるんでしょうか。まずはね、動かせるようにボイヤーを探しましょう。あれ、こっちじゃない？あ、ありましたね。じゃあとりあえずこいつを起動させましょう。青色か。じゃあどっかにまた赤色もある感じやのね。あ、見えてる見えてる。とりあえず地図を確認して、次はあの星のところか。今のままやといけない感じやね。あ、違うわ。あ、動かしないの。これで動かせばいいかな。はい、じゃあ青を動かして、はい、はい、青を動かしたことで、こっちの奥の方に進めるようになったのかな。あ、ありますね。じゃああの赤ボイラーを動かしていきましょう。よいしょ。はい、でこれで行くべきところが更新された感じかな。よいしょ。お、中間ポイントかなこれは。一応セーブだけしときますね。はい、先行きましょう。お、あの建物かなゴールは。ちょっと寄ってみましょうか。あ、じゃあ見つかってまったか。よいしょ。あ、ダメ、怖いなこれ。はい、じゃあここに行った。あ、ここっぽいね。よいしょ。さてさて、あ、発見。メモリス XG038 を手に入れた。うん、いや順調だね。これで3つ目のメモリスだね。よし、さあ再生してみるわよ。できた、ついに完成したぞ。魔導ステッキの完成だ。これがあれば誰だって魔法使いになれる。魔導ステッキがこの世界を変えるんだ。やったわね、ムサカ。みんなのおかげだよ。みんながいたからこそこの魔導ステッキを完成させることができたんだ。みんなありがとう。あの頃は私も含め社員みんなとムサカの心が通じ合っていたはずなのに、どうしてこんなことになってしまったのかしら。はい、プレジデント、大変です。魔導融合炉が原因不明の爆発を。
なんだって？それが爆発で怪我人が多数出ており、その救助と手当てで手一杯な状況でして、そんな情報はどうでもいい。マドイゴロは無事なのか？はい。はい。爆発はあくまで小規模ですので、開発自体を続けることは可能かと。ならば問題ない。とにかく今は作業融合炉さあ魔導融合炉を安定させることが最優先だ。至急作業メンバーをかき集めて作業に当たらせろ。一個飛ばしてもった。ねえ、これで残るメモリスはあと1個だよね。ええ、バッチリ反応がキャッチできたわ。ここよりさらに上層の生産ラインにあるみたい。よしよし、この調子なら無事に全て集められそうだな。はい、ということで、2つ目のメモリスも回収しました。3つ目、大丈夫かな。ボス戦とかでもそろそろ会えそうやね。はい、言うてる間に第3層来ましたね。ここも、ボイラーは2つかな。あれ、足場が途切れてる。こっちかな。お、何やら口扉。あっちゃー、そっか、この扉が一番面倒くさいんだった。あの、面倒というのは？ええ、この先は未発表の製品も作ってることが多いから、これまでよりももう一手間かかるセキュリティになってるの。扉の上に3つのランプがあるでしょ。あのランプを全部つけないとロックが解除されないのよ。ランプを点灯させるにはこのフロアにある3つの解除スイッチを全て押す必要があるわ。やれやれ、歯車だのスイッチだの次から次へと。フージャンタイのアジトの家なんて。それはまだ、扉すらなかったぜ。そりゃ近くの谷を通った罪のない旅人を襲うような野蛮な空族の家にわざわざ近づく物好きはいないだろう。皮肉ってるね。あはは、その通りかも。よしよし、3つのスイッチを押しに行きましょう。はい、ということで、3つのスイッチを押しに行きましょう。でもね、とりあえずはボイラーをなんとかする。ああ、てか1個あったわ。1個目ポチッとな。はい、1個目点灯。2個、とりあえず上からちょっと見てみましょう。あそこにもあるね。はい、これボイラーね。はい、灯火のこれ。ここも2種類かな。赤色と、そうやね、青と赤ですね。はい、じゃあ進んでいきましょう。あ、ここあるね。じゃあこれをまず動かして、はい、 OK で、ここが今回転して動いてね。でここを行ってボイラー発見。オイラはボイラー、今はこれ言ったらあかんのか。はい、赤色のスイッチも起動。これで行ける範囲がちょっと広がったのかな。とりあえずこっちから登っていけば、ああ、行けるね。はい、じゃあこのスイッチも押しちゃいましょう。ポチッとな。2つ目点灯。3つ目はどこになるのかな。あ、なんかあるね、あそこか。足場をどう変えたらいけんのかな。とりあえず一回動かしましょう。おお、なるほど。この丸いのも動くと、あ、でもこれもういけんじゃね。いかれへんかな。ちょっと一回試してみましょうか。
うん、こっから登って、あ、なんか行けそう。ここでジャンプして、ジャンプして、あ、行けたね。 OK。 やったー。 OK、 3つのランプが全部ついた。よし、これで生産ラインに進めるわ。はい、じゃあ進んでいきましょう。ここが生産ラインみたいですね。どこにあるんやろ。お、あったあった、これかね。メモリス XH104 を手に入れた。うん、4個目のメモリスだね。ええ、これで探してたメモリスは全て見つけることができたわけですね。よし、じゃあ再生してみるわね。みんな聞いてくれ。我が社が世に送り出した商品は立て続けに大ヒット。おかげで本日天高くそびえる我らが新社屋インテリジェンスビッグツリー完成の日を迎えた。今や社員数は315,639名。我が社はもはや国家と呼べるレベルの存在にまで成長した。グランリーフが世界一の企業になる日もそう遠くない。その日までみんなで一緒に頑張っていこうじゃないか。プレジデント・ムサカ、プレジデント・ムサカ、プレジデント・ムサカ、プレジデント・ムサカ。小さな部屋から始まったグランリーフが国家に匹敵する規模の巨大なタワーを建設した日、社員たちの労働環境と生活環境の両面を高水準なものにしたいというムサカが発案したものよ。初めてその話を聞いた時は無理だと思ったのに、ムサカはそれを本当に実現させてしまった。当時のムサカは誰に対しても笑顔を向けていたのに、あの笑顔もう見ることはできないのかしら。プレジデント、一つお耳に入れておきたいことが。なんか後ろ倒れてるね。今は魔導融合炉のこと以外で脳細胞を使いたくない。些細な問題ならそちらで対応しておけ。それが、ですが、このグランファクトリーのセキュリティをかいくぐって内部に侵入した者が数名いるようでして。うるさい。だったらさっさと始末しろ。僕にはそんなものに構ってる時間はないんだ。僕を誰だと思っている。この国のトップにして魔導融合炉で世界を変える男、プレジデントムサカだぞ。よし、目当てのメモリス4つは全て揃った。あとはこれをムサカに見せることができれば。あのね、実はもう一つムサカに見せたいメモリスがあるの。ん？でも残ってるメモリスは4個だけじゃなんかいいの？ええ、それはあくまで会社で管理しているメモリスの話よ。その管理下に置かれていないメモリスに心当たりがあるの。そこの先にあるチーフエンジニアルームへ行きましょう。詳しいことはそこで説明するわ。はい、もう一つねあるみたいなんで、探しに。おっと、この広さはボス戦臭いね。セーブしておきましょうか。うん、ここは確実にボス戦やね。まあとりあえず星がねついてるところに行きましょう。
ここは私が仕事をするときに使っている部屋よ。立場上泊まり込みで作業することも多いの。と言ってもしばらく来てなかったんだけどね。ここに私のメモリスが。シャリアのメモリスを手に入れた。ねえ、そのメモリスには何が記録されてるの？そうね、私の人生の中で一番大きな出来事とだけ言っておこうかしら。なんやろ、結婚式ちゃうかな。ん？一番大きな？よし、これだけメモリスがあればムサカを正気に戻すことができるかもしれない。ムサカは間違いなく魔導融合炉のオペレーションルームにいるはず。上のフロアへ急ぎましょう。はい、ということで、すべてのメモリスがね、集まったので、上に行きましょう。よーし。この先のエレベーターが魔導融合炉のフロアまで通じているわ。お、セキュリティが作動しましたね。何？どうやら私たちを排除するみたいね。さて、何が来るんでしょうか。秋海賊ね。はい、ザマスターセキュリティシステムブラックヘイオス2と長いんだよ。はい、じゃあバトルやっていきましょう。そんなに強くないかな。あ、やばい、こっち向いてる。遠距離攻撃を上げといて、いて、こっち来るね、危ない。よいしょ。やっぱり近距離でゴリゴリやるのが好きやね。この人のね、あ、わしや。この人のなんていうの？能力アップがさ、あ、やめて。これガードしとかな、やばいよね。え、これどうやってよけるの？あ、ジャンプしたらよかったのか。なんかやらしい攻撃使ってくんな。はい、ガード上げて、で、回復を作っておいて、あ、これやばいな、なんかしてくる？いった！わしかい、ほんで。よいしょ。遠距離攻撃、キャンセル？え、どういうこと？あ、回転中はあかんってこと？これはジャンプで避けていった。いった、あかんわ。遠距離をじゃあどんどん打ち込んでいきましょう。どうやら本気になったよ。本気？今でもだいぶうざいんだけど。よいしょ。やっぱりこうやってゴリゴリ叩いていきましょう。あ、ダウン取った。よし、よいしょ。あー、また、あー、もうこれ撃ってほしい。どうしたらいいの？オッケーオッケー、遠距離攻撃ナイスです。飛んだ邪魔が入ったな。よし、気を取りなしでムサカのところへ向かいましょう。今の中ボスぐらいかな。危ない危ない。じゃあ上行きましょう。はい、到着。いるねー。ちょっと、ムサカ、話を聞いて。まったく、誰かと思えば君たちが例の侵入者か。なるほどね。道理でこのグランファクトリーの強固なセキュリティをかいくぐってこれたわけだな。あ、実はあんたにどうしても見せたいものがあってね。ん？何？シャリア、メモリスを。あの頃思い出して、ムサカ。このクリスタル電池がヒットすれば、燃料業界に革命が起きる。僕たちグランリーフが技術力でこの世界を変えるんだ。
いつか必ず僕のセンスに時代が追いつく時が来る。その日まで僕は絶対に諦めないぞ。みんなのおかげだよ。みんながいたからこそこの魔導ステッキを完成させることができたんだ。グランリーフが世界一の企業になる日もそう遠くない。その日までみんなで一緒に頑張っていこうじゃないか。あの頃の僕はなぜ。ムサカ、これが最後のメモリスよ。お願いだからあの頃のムサカに戻って、正気を取り戻して。昨日徹夜で作ったんだ。世界最高のエンジニアが作ったものだ。君は絶対に気に入るよ。こんなの私の足じゃない。私は自分の足がいいの。こんなんじゃ私。シャリア、絶望するのはわかるよ。だけど僕たちはエンジニアだ。僕たちが持っている技術は人を豊かにする。苦しんでいる人だって人を救える。そんなことができるのが誇り高きエンジニアなんだ。そんな素晴らしい仕事を君はこんなことに負けてやめてしまうのかい。君が足を失っても僕が救う。もし僕が手を失ったとしても君が僕を救ってくれるんだろう。え、ムサカ、この足はただの機械じゃない。僕が魂を込めた僕自身だ。ありがとう、ムサカ。僕は社長だぞ、当然だ。このメモリスは…ムサカ、これを見て。今では技術が進み、人の足と見分けがつかないほどのものに交換することもできた。でも私は交換したりはしなかった。これは、この足は、あなたが私にくれた勇気だから。この足があったから、私はここまで来られたの。あなたは優秀なエンジニアであり、心から信頼できる社長であり、私の大切な友達だった。そして、誰よりも思いやりのある人間だったの。思い出して、ムサカ。思い出した、全部。僕は何をしているんだ。よかった、ムサカ。昔のあなたに戻ってくれたのね。ああ、すまなかったね。シャリアのおかげで大事なことを思い出すことができたよ。この揺れは、これはバルモディーン。
バルモディーンが再び行動を開始したようね。まずいね。この調子でバルモディーンが暴れて魔導ユゴールを破壊しようもんなら大爆発が起きる。その場合グランリーフ一帯は一瞬で灰になってしまうぞ。なんだって？じゃあ早く止めなきゃ。バルモディーンは光学迷彩能力を持っているんだ。そのためモンジャーで姿を捉えることはできなかったが、電流の発生パターンから見てタワーの屋上にいる可能性が高い。屋上へはさっきのエレベーターで向かうことができるわ。みんな急ぎましょう。はい、ストーリークエスト更新、バルモディーンの暴走。はい、ということでね、パート16はこの辺で終了とさせていただきます。次回はね、暴走しちゃったバルモディーンさんを、まあ破壊しになったところかな、止めていきたいなと思います。それでは皆さん、次のパートでお会いしましょう。バイバーイ、またねー。